皆さんこんにちは。スフィアのフォーカラーズラボの紫担当のことぶきみなこです。この Vlog の中では基本的に関西弁でおしゃべりしていきたいと思います。そして今回は初めて関西弁講座をちょこっとやりたいと思います。関西弁講座、一番簡単なやつ、そして一番よく真似されるやついきたいと思います。ほんまに、はい、標準語やったら本当に綺麗、本当に綺麗みたいな本当に嘘みたいに綺麗それしか言ってないっていう、こう本当に英語で言うと very とか super とかこうね使われるものもありますけど、この関西弁のほんまにってこう便利やなって思うんですよ。なんか変な話、ほんまにだけで会話できるんちゃうかなみたいな思ったりするぐらい便利やなと思うんで、まず最初に皆さんに覚えていただきたいなと思いました。さっき使ったみたいに本当に綺麗だねっていう感じのほんまにバージョン、ほんまに綺麗やな、どうですか、ほんまに、ほんまに、ほんまに、あ逆、ほんまに、ほんまにっていうことで、ほんまはほぼほぼ同じ音で言ってください。でほんまにでちょっと極端なぐらい上げてくれればいいかなと思います。でこれはまあ文章の中でほんまに綺麗やなとか、ほんまにあんたおもろいなみたいな感じでなんか続けるときにほんまにっていう風にな言えたらいいんかなって思います。ほな次行くで。逆にこう強調したい時のほんまに、例えば、まあ、統治法じゃないんですけど綺麗だね本当にっていうそれしか言ってないいやそれしか言ってないけど、ちょっとニュアンス違うじゃないですか。本当に綺麗だねっていうこのなだらかな流れがある感じと、綺麗だね本当にってこう念を押すような感じの本当にのバージョンのほんまにいきたいと思います。綺麗やなほんまにってなると、わかりました、ちょっとだけ違うの。もっといこか。綺麗やなほんまにってこう上げてもいいんですけど、なんかほんまにってめっちゃ上げるとね、なんかこう次につながりそうな感じするじゃないですか。やねんけど、あんまりこう次につなげるっていうよりかはラストに収めていくような感じやったら、こう綺麗やなほんまにってこう上がりすぎない感じの方が、綺麗やなほんまにってこう次に行ってまうと、なんかまだなんか喋りたいんかなってちょっと私やったら思う。あまりこう上げすぎない方が収め方がいいからと思います。聞いててもらったら分かるように、関西弁っていうのは、まあ、頭からなんかなんとかっていうのはってこう高いところから始まって最後下の音で終わる感じあるんですよ。極端に言うとこういうところから音が出てきてどんどん終わってく、降りていくイメージあるから、なんかそこに向かっていくように、ほんまにをこう使うタイミングで音のイメージをしてくれれば、どこでほんまにって言いたいか、なんかこう誰かにびっくりはてな、ほんまにって聞くときもあれば、ほんまにっていう念押しのパターンもあるから、ほんまにだけでもね、いろんなバリエーションあるんで、それは自分の言いたい気分と合わせて、ちょっとずつ置き換えてもらったらいいかなと思います。標準語と関西弁と、もしくは他の地方の方言だったりとか、ちょっと置き換えてもらって喋ってもらえたら面白いかなと思います。ほんまにほんまに使ってみて、これほんまにいけると思うから、うん、誰でもほんまに関西人になると思うもん、これで基本のキーやわこれ、うん、ほんまにということで、ほんまに良かったなって思ってくださったらいいねボタンを押してもらって、そしてチャンネル登録、そしてコメントもねお待ちしてます。一体どういう関西弁が知りたいのかとか、どういう関西弁聞いてみたいなとか、自分も関西弁使えるようになりたいんですけどっていう人とかのね、コメントとかもお待ちしてるんで、キャッチボールしながらねほんまにやっていけたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ことづきみなこでした。バイバーイ、ほんなねー。